草上の昼食、マネの作品です。これですね、パリ郊外の森でピクニックをする男女の絵なんですけれども、井川さんどんな印象ですか？男性は割と着飾っているのに女性が裸というところがすごく異様な感じがしますね。山口さんはいかがですか？本当はなぜこちらを向いているのか、あの目は何を訴えているのか、とても気になる絵ですね。本当は私も小学校の頃見た時に、この裸のおばさんは何なんだろうと、ね、とてもわけなかった、ね、男性はすごいしっかりしたお洋服着て、ね、はい、さあこの不思議な雰囲気のあります絵は一体どんな作品なんでしょうか？名作ナンバー35、マネ草上の昼食。日常生活の見慣れた光景の中にいる裸の女性と清掃した男性、みだらだ、卑猥だと、当時の美術界の顰蹙を買いました。フランス公式展覧会に落選。しかし落選した絵を集めた展覧会では、この絵見たさに群衆が押し寄せたという伝説の一枚です。今ではいろんなグラビアが溢れているんですけれども、この時代だったらもうものすごく衝撃だったんでしょうね。でもあんまりなんか猥褻な感じしないんじゃない？そうですね、なんかこう画家さんが女性のお洋服を描き忘れちゃったなんか自然な感じで女性のお互いがそこに意識してる感じはしないですよね。忘れちゃったのか、忘れる感じがしますね。小林さん、でもまあ忘れたってことはないと思うんですよ。まあ、意図的に一生懸命、頑張ってこれで新しい時代の美を捕まえようっていう、まあ、画家の意思があったんだと思うんですけど、でも非常に不思議ないですよね。高橋先生なんか、ね、見て分かるような分かんないような、なんか、そうなんか男の方は話しかけてるのに全然聞いてないこっち見てるとかね、なんかつながりがないようで、しかし全体としては非常によくまとまってますよね。高橋先生、例えばルネサンス以来の、裸の女性というと、ね、ビーナスをよく連想しますけれども、いっぱい書かれましたよ ね、はい、それとは違う、まず非常に現実の女性だということが一つと、書き方としてもですね、いわゆる肉付けっていうんですか、陰影が極端に制限されていて、例えば足なんか随分平べったく見えるじゃないの、本当はもっと丸くなきゃいけないっていう、技術的な批判もありましたよね。山本さんはどう見ますか？だから本当に今でもこういう光景ね、日光浴している人がポンって今でもあるような風景で、だから当時考えてみるとやっぱりギョッとしたんでしょうね。特別な人が描かれてるわけじゃなく、なんでこの人脱いでるんだろう、なんかヌード見せてるのかって感じがあったんだと思いますね。でも なんとなくバラバラな感じしません？つまり奥の方は、ああいうなんか水浴してる人がいてね、画面奥ですね、画面奥ですね、なんか見るとなんかとてものどかな風景じゃないですか、でそこにちょうどなんだかアトリエでモデルを している人たちが3人突然その絵の前にポンと現れちゃったみたい でそれで終わるかなと思うと、今度一番最後になんか一番手前にそのいろんな生物がドドドドッと出てきてしまって、なんだかよく見ると3つぐらい全然違う絵がこう重なってるようなふうにも見えません？特に手前のパンかもですか、置いたといえば散乱してる感じですよね。ですよね、なんかなんでこんなにこのめちゃめちゃな状態で描くのかっていう、まあ食べちゃった後なんだっていう感じなんでしょうけど、高橋さん、だからこういったものがその当時の言ってみればその権威から見ると何なんだこれは、まず主題がはっきりしないと、それと今言ったなんか極めて、バラバラに描いてるじゃない、ただ考えてみるとこの人物3人がまとまってるのに、後ろの水浴の女の人来るとくるっと丸いこう一つのね、画面としてはやっぱりまとまりを考えてますよね。それと風景の中の人物像っていうの、造形的に見ても今見ても立派な優れた作品だと思うんですが、当時の人が見たらもうこれはなんだということなんでしょうね。鳥が飛んでるの分かる？鳥ですか？上の方ね、あれ本当だ、あれリンゴじゃないんですか？ちょうど男性の頭の上の方ですね。ちゃんと細かく描いてるんですよ。今の話がありまして、その本当にこうこれまでのしきたりにとらわれない一枚ということが言えるわけですけれども、19世紀は社会が変わる激動の時代だったわけですね。そんな時代に絵画はでは一体何を描いてきたのか。